皆さんこんにちは、パズルオーです。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はね、こちらですね、52トイズビーストボックス BB11 トライデント、これをね紹介していきたいと思います。これね、52トイズのビーストボックスシリーズで、ちょっと前に紹介したこのね、チャイニーズドラゴンですね、これの、まあ、同じシリーズで、今回紹介するのはビーストボックスで2個目ですね。結構ね、いっぱいあるので、ちょっとずつ紹介していきます。で、これね、52トイズっていう、まあ、中国のフィギュアのメーカーのビーストボックスっていうシリーズで、こうね、いろんな動物がキューブ型に収まるっていう、そういう結構パズル要素の高いフィギュアなんですけど、で、これが、ちょっと前に紹介したチャイニーズドラゴン。これがね、メガボックスっていうシリーズ。で、今回こっちはビーストボックスですね。ビーストボックスっていうシリーズ。で、ビーストボックスっていうシリーズが主に普通の動物がモチーフになってて、それ以外のものがメガボックスっていうシリーズなんですね、多分ね。あのメガボックス結構ね、こう架空の動物とか、あと、まあエイリアンとかそういうのもあるんですけどね。まあそれも、そのうち紹介しようと思います。で、今回はこのね、BB11 トライデント。まあね、キューブ型に収まるので、ちょっとね、本当に集めようと思って、まあ、まずチャイニーズドラゴンをね、買ってみて、で、2個目何がいいかなって結構何個かあった中からですね、これを選びました。すごいですよ。ザリガニですよ、ザリガニ。ザリガニっていうモチーフがまずたまらないですね。で、トライデントね。で、箱はこういう感じで、こういうね、まあ、ザリガニかロブスターか、多分ザリガニだと思うんですけどね。こういうモチーフのフィギュアがキューブ型に収まると、トライデント、かっこいい。まあとりあえずね、早速開けてみたいと思います。はい、 BB11 トライデント開けてみました。でね、動物型で入ってたんですけど、今回ボックス型からちょっとね説明していこうと思います。これね、ボックス型、キューブ型、ほら見事なねキューブ型ですね。で、こうね、収納ボックスがついてると。でこれに収まるんですけど、ちょっと後でね。で、入ってるのがカタログですね。もうね、結構種類が出てるんですよ。こうね、裏にもよ。まあね、いろいろカラーバリエーションもあって、本当にね、集めたい感じなのでね、コレクター心をくすぐりますよね。まあ、おいおい、どんどんね、集めていこうと思います。そして、あとは、これね。まあ、キャラクターカード。これね、チャイニーズドラゴンの時は確かついてなかったんですけど、他のビーストボックスシリーズはほぼこれがついてるはずですね。で、トライデントね。で、これが、まあ、キューブ型に戻したり、動物に戻したりする時の解説書。こっちがキューブ型からザリガニに変形させるので、こっちがザリガニからキューブ型に変形させる。ちゃんとね、どっち側もね、説明がついてるわけですね。親切。で、あと、これね。これね、チャイニーズドラゴンの時にもついてたんですけど、クリアのこういうプラスチックがついてて、これね、最初使い方よくわからなかったんですけど、これを見たらね、こう、まあ、ちょっとやってみましょうか。これね、箱に入れるときに使うんですよ。半分に折ると。こう。で、もうちょっとかな。でね、このね、ボックスの中にこれを入れるんですね、奥に。よ。そうすると、これを収納したときに、このプラの反発でね、出しやすくなるという、そういうものなんですよね。もうちょっと開けといた方がいいかな。これあるとね、便利。確かに、これ本当にぴったり収まるので、意外とね、取り出しづらいんですよ。なので、このプラの反発によって、このキューブ型が取り出しやすくなるというね、これはね、素晴らしいなと思って。よ、なのでね、毎回ここに入れて、ちょっと出しやすくなるわけですね。これ素晴らしい。で、これがね、まあ、こう、キューブに入るじゃないですか。収納ボックスにね。で、この収納ボックスが、まあ、ほぼ共通のサイズ、形なので、このね、チャイニーズドラゴンと、例えば、この、横の部分でこう接続できたりだとか、あとは、縦にね、こういう風にね、詰めたりとかするんですよ。これはね、横のピンとかをこうはめるとね、こうなると。
なので本当にこれをね集め出すと、このマンションみたいな感じでどんどんね整列できるので、本当にね集めたくなるアイテムですね。素晴らしいです。でこれは置いといて、さあということでね、早速トライデント、このねボックスタイプからザリガニかな、ザリガニに変形させてみようと思います。はい、ボックス型からトライデントビーストモードですねに変形完了しました。すごいでしょ、もうザリガニですよ。この後ろとかね、ハサミもねちゃんと動くし、まさにあのキューブ型がねザリガニになるというね、細かいでこうねお腹も動いたりします。こう後ろに跳ねるような形にもなるし、このね後ろ足が細かい。これ4つは動くんですけど、変形ねボックスの時はこう平らになってて、ビーストモードにするとこれをねこう立たせられると、こうでここね真ん中に大きい足があって、いやーどこからどう見てもザリガニです。であとねこの目のところちょっと見えづらいんですけど、このね下にこのレバーがあるので、よっと引っ込むんですよ。でこれを押すとこう最後にねちょっとだけ出せると、ボックスでしまうときはこうなんですけど、ビーストモードのときはちょっとこう出るというね、この辺の芸コマな感じがたまらないですね。そして見事なザリガニ、すごい。いやーこのねザリガニをねボックスにしてしまおうと考えた人天才ですね。素晴らしいです、もうね感動。まあ一応ね稼働する部分をさっきの変形でねご覧になった通り結構動きます。頭動くでしょ、この触覚も動くし、まあ腕もねハサミも動く、このハサミも、まあ、結構広がります。こう閉じれもするしね、素晴らしい。こう動くね、ハサミも柔軟に、そしてこのお腹こうね、これまあボックスのトイで、このねお腹もねボックスにしまえる状態まで動くので、まあこのくらいまで動きますね。だから本当にザリガニがこう後ろに飛んで逃げるみたいな形も作れると。で尻尾はまあここがこう動きますね。なのでまあちょっと表情もつけられると。いやー素晴らしい。だから例えばボックスにこうね乗っけたりしてもこういう感じで置けたりもすると。で平らにも置けます。いやーすごいな、ザリガニトライデント。これね本当に超いいですね、かっこいいし、このまたねクリアの赤のパーツが本当にザリガニっぽい感じがして素晴らしいです。いやーこれねデザインがいいですね、ぜひぜひおすすめです。ということでね今回52トイズビーストボックス BB11 トライデントを紹介してみました。いやー本当にね、まあビーストボックス他にも結構モチーフ、まあ、カニとかもあるんですけど、まあ普通のね動物とかもあるんですが、このザリガニはね、かっこいいですね。色合いとかね、変形の仕方とか。本当にもう、このビーストタイプがまさにザリガニなところが、たまらないです。
ぜひぜひね、あのザリガニが好きな人はおすすめ、好きじゃなくてもおすすめです。ちょっと甲殻類とか苦手だなっていう人もこれ見ると結構かっこいいんでね、このメカメカしい部分も素晴らしいと思います。まあ他のねビーストボックスも随時結構もうすでに集めてるので随時紹介していこうと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。